声じゃないよ。はい、おはようございます。おはようございます。フリーパークいい実況プレイやっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。収録2日目です。内容覚えてますか？はい、覚えてます。本当か？はい、本当か。あれですよね、なんかグレイシアとかクチーとかめちゃくちゃ可愛いっていう。はい、はい、グレイシアは友達にはなってないですけど、あれ、クチーとか。グレイシアは友達だった。クチーとか。クチーとかなんかどうやっても、こっちを閉めてくれなかった。はい、じゃあ行きましょう。はい。なんか、あれだよね、ほんと、昨日も LINE でも言ったけど、うん、君のポケパーク実況の、その投稿コメントの、うん、俺気持ち悪くない？気持ち悪いって言ってんのかな。マジでなんか俺こんなこと言ったっけみたいな。言ってるよ。感じなんだけど。今日はほどほどにしましょう、じゃあ。言ってたとしたら、うん、まあ、誠に不快なものを見せてしまって申し訳ないっていう。まあですね、前回なんかバシャームに会いに行こうみたいな。そう、バシャームニキに会いに行くのね。カポエラ倒したっけ？カポエラなんか、後で行こうって言ってたやつ。あ、そうだ、なんかドリルか。そう。すげえ近くにちょうど好きなこと言ってくれる人がいてありがてえ。ペアップもいるね、その辺に。オス8。オス8は、どっちかくれんぼだから、嫌だ。友達になってるしね。うん、かくれんぼが一番嫌い。一番嫌い。ヨーコードどこだ？こっちか。どこに行くの？どこに行くの？追いかけ、ここもまあまあ嫌い。まだ好きなの？指が痛くなる。指、この人たちが嫌い。いいよね。どっかじゃん。まずかくれんぼは、純粋に苦手。追いかけっこは、あ、これといけないわ。いや、追いかけっこは、指が痛くなる。はい。あと、実質チャンスが1回しかないような気がする。確かに。だから、バトルが一番、ちゃんとできる。そうね。なんか、うん。仮に負けたとしても、ああ、俺の実力はまだまだだったんだな、と思う。うん。鬼ごっこかかれんぼは、うるせえってなる。うるせえってなるんだ。多分こっちだよなぁ。うん。彦猿ニッキー。彦猿ニッキー。親友じゃん。私が来るぜ。やろうと思ってる。やるか。まぁ、卒業法とか思い出す。まぁ、肩ならしていけない、うん。ちょっとロコンさんすごい邪魔だな。アイアンテールも覚えてる。最後までね。まぁ、体当たり、自分のコーナー。79杯子あ、ダメージやってた。どうした？なんか最近のさ、うん、優しいゲームになっちゃってるからなんか攻撃するときカメラとかも自動でそっちに向かってくれるみたいなのに慣れちゃってて、そうだね。なんか攻撃する瞬間にちゃんと方向も意識するっていうの、弱いわ。豪華皿にきどこ？豪華皿！豪華皿っていうのはね。わかりますよ。わかりますよ。オタクは多くわかたないからもう。いいよね。エレキブルブリーすごい。そう、いいよね。これ一応買いましょう。ああ、フワライトか。フワライト。召喚。お、あ、バクーダ？まずい。バクーダ10万ボルト効かない。あ、そうなんだ。ルビー多いな。あ、看板？そうか。アイアンテール。あ、また。たぶん。あ、ヤジロン。後ろめ。ヤジロンくん。ちょっ
あの箱から出てくるやったらさ、少なくともその場にいてほしいよね。コイルとかもそうだね。そうそう、なんか出てきた直後ぐらいはなんかちゃんとその場にいてほしい。うん、どうも。どうも。どうも。ヤジョンヤジョンいないな。そんな遠く行くことある？ちょっと全然的に画面が赤いからさ。ああ、確かに。ルビーとか、一体化したらわかんないんだよな。そうね。まあ、いや、じゃあ爆弾。どうかしてるね。あら、あの謎を冒険したいな。女の子の？私とバトルで勝負よ。どうしてって？それがマグマゾーンの大きい手だからよ。強い者だけが先へ進むことを許される。それがバシャーモさんの決めた掟よ。さあ、バトルで勝負よ。いいわね。あ、拒否権はない。ボルト使えないから体当たりかやめてるかだけでしょ。きつー。これもいいな、バトル。こいつ遅いぞ。えーい。すごい。やっぱ重要級はね。黄色い稲妻。黄色い稲妻。まあ稲妻は基本青か黄色でしょうね。え、黄色い稲妻って何かって？あなたのことよ。あなた黄色い稲妻としてマグマゾーンで有名よ。今人ばっかなのに。バシャーモさんもあなたの活躍に注目しているわ。さてと、私の後ろにある機械について聞きたい？これはヨウコウロっていうのよ。使い方を教えてあげる。この中に鉄の塊や金の塊、もったいねえを入れる。あ、でも、もったいなくないか、別に。そうすると、いろいろなものを作れるわよ。例えば、鉄の棒を作れば壊れたスイッチやって直せるの。え、鉄の塊は、金の塊は、どこで手に入れるのかって、カポエラのところにある、ドリルで地面を掘れば出てくるわよ。なんか、運動させたんだな。錬金みたいな感じだから。姉さん、死因になりましょう。はい。もうバトルできるストアでシーン。バグーだ。先手必勝。あ、そうなんだ。負けちゃったわ。強いのね。お、やった。親友だ。やべない話がまた。話長いね。皆さん。もういいです。バグーだってもう出る何？火山？ラクダじゃない。ラクダか。あ、ラクダか。あ、私ラクダっぽいもんな。なんか、ラクダだとあれだけど、ドメルだと、そうだね。わかりやすいんじゃん。多分ラクダじゃないかな。ラクダか。地面タイプ入ってるし。おー、通れないぜ。さっきの。さっきの、ここで、ね、あるとか、ショートカット的な、あるとか。ヤジオン探しつつ、ブービー、ブービー、ブービー、バトルできるやつどこだ。豪華寺も探したいな。ああ、そうだね。お、回っておりますね。どうやった。あ、出た、このステップ。このカポカポ。オーバーヒート治ったぜ。
だけどな、ドリルを使いたかったら、お、俺と戦ったかって言うんですね。えい、ー、いいね、マグマゾーン。いいね。カプー、戦闘強が多くて、戦闘強が多くていいっすね。いや。お前、進化条件めんどくせんだよ。ベイブレードか。やるじゃないか。ドリル使ってよし。よし。お前使い方はわかるか。君の頭のそれを使えばいい。なんだ。ドリルに横のスイッチをダッシュで耐えたりするんだ。そうするとドリルが回っていろんなものが掘り出せるぞ。で、あ、エビはだ。ってことは？ということは、サワムサワラあ、来ない来ないな。あの、エビは倒しなかった。金の駒だ。塩塩。バトルできるやつはね、よし。来い。お前すごいよな。友達になれないんだ。なれない。またバグかな。まあ、ついてみたいな。オペラはいいな。バトル楽しかったよ。ありがとうな。あー、カフェラあれかもな。金の駒を渡したら。あー、なるね。かもな。じゃあ、口とは何？ヤジロン！ヤジロン、あ、ごめん。ごめん、ちょっと嬉しくて。嬉しくて。まあ。僕はストーンゾーンから来た秘密の使い。スパイってこと？え？バトルしたいの？じゃあ始めようか。お、強キャラっぽい。あ、ジマモルト効かねえじゃん。くたばれ！あ、強くなった。え、ヤジロン、跳ね方かわいい。かわいいね。負けてしまった。君、強いな。友達になってくれ。おや？そろそろ粘土ルが来そうだな。じゃあね、またバトルしよう。粘土ルくんだ。粘土ルくん地味に好き。何かを調べに来た。怖っ。スパイじゃない。ヤジロンくん親友になろう。いっぱいな。目の前の障害は排除するべきです。なぁ、かわいそう。ずらつやことは思ってないし、目の前真剣バトルのタイプに動けるんじゃねえ。負けた、また遊ぼう。友達の親友、イエーイ。あ、ごめん、今のわざとちゃう。連絡せば。コドラ君とはどうだったっけ？君と僕の関係。え、ボカズラさんとネンドール君どこ？いないね。あ、今日は怖い。え？ヤジロンじゃあるまいし、二体ともまあまあでかいから見つかると思うんだけどな。ここで石粒とキラ。前回の。かくれんぼ難しい。あ、ネンドルはいた。だ？あれ、あの画面のまま中にいる。あー、ほんとだ。ちょっとスパイ活動気になるから、そこに話しかけに行くね。
それでスパイ容疑で逮捕したいのジャムニキは。そのあとマジ5回でどこ行ったんだろう。ねんおやりよるわよ。ねんバッシャーモンがスカイプリズムを狙っているとかいないとか早く調べてストーンゾーンのみんなに知らせなければ。本当にスパイじゃん。あれストーンゾーンってまだ行ってないの。行ってない。教授に終わる。教授には終わんないと思いますか。お、届いたね。いいね。よし、始めるぞ。お、いい男。あ、全部目なの。え、目じゃない。目なんだ。かわいいね。かわいいか。かわいいか。おー、痛い。あ、こんな下。あ、操作が逆だ。あ、強いぞ。ほら、ワクワクしてきた。あ、強い。はい。何やこれ。あ、負けるわ。俺、俺死んだ。ハマった、ハマった、やべえ。あ、急に治るな。ハハ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 ハもう行ってくないの。確かに見たいかった。大きいな。あ、もう逆だ。わあ、急に治るな。いやー、ほら、ワクワクしてきた。ふむ、やるな。歴史に残るバトルだったぞ。割とね。え、ちょっと、ネンドルさん、君、もしかしなくても多分次のアトラクションで使えそうだよな。そうだね。強そう。いいな、ネンドル。おぉ、連続攻撃。強くなったつもりだったが、お前の方が強くなったな。ネンドールニキマジ一生ついていきます。バッシャーマンなんかぶっ倒しやしょ。あ、ごめん。いつもの。これは1が出したのが悪いよ。おっしゃるよ。ゴーカザードは、火が出てていきなりとこの先にそうだな。あ、じゃあ、やっぱ先にドリルからやるか。ドリルか。スイッチだけ今あったね。それね、それね、右のそれ。あ、ほんかドーン。お、しかし、ポケモンたちが
でございます。あ、これ持ってくタイプか。ええー、めんどくさ。いや、こだれ投げちゃう。どこだこれ。出た。あげる。これあげるから、クシートに口利きしてね。あげた。じゃあ私、そんかよ。ドーン。ピカチュウが黄色だったから、変な方が出ないと思ったわ。じゃあ、まあ、毒なら死ぬ方がいいよな。そうです。これを加工して指輪にして口ずつ渡せば友達になってくれるのでは。あ、どうぞどうぞ。ほい、ほいじゃないんだよ。ほいじゃない。こう渡す。旅の者、マグマゾーンによくぞ参られた。衝動的な。ドリルで掘り出した塊をよう心へ運ぶのは、ちょっとばかり大変かもしれん。うん、しかし、誰しも通る道。耐えてくれ。やってくれって。とはいえ、何か手伝えることはないか。君あれだよ。受けらんねえもん。そうだよね、ちょうどみたいな。あれだったよ。温泉のとこ行ったよね。なんか、コータスイコール、そういうなんか、老齢なイメージがもうあるから。うん。わしらは考え、そして思いついた。この道を通る者の邪魔、おい、やは？邪魔をして鍛えてやろうと。気まぐれなわしらのことだ。うろうろしてるだけのこともあるが、精一杯邪魔させてもらうぞ。頑張って進むがいい。なんだおめえ。バトルならいいけど。どういうこと？邪魔してくんの？あ、なんかいっぱいいる。集合体恐怖症の人注意。全部こうたつ？内回りを回っていけば、あ、全然余裕じゃん。余裕じゃねえか。お前、陰を攻められたら、あれなことは一番わかるだろうよ。何だったんだ、あいつら。おじいちゃん。いつも回ってみていい？なんか、老人会みたいな。え？あんなわかりやすいインナー攻めで。陰を攻められたらダメなことがわかるでしょう。持ってきたよ。ああ、このコースはない。突っ込むのか、突っ込む。よこうとどこを？スライドね。下に。あ、妨害マークか。丸にすると多分ストーリーが進むんだよね。うん。じゃあ、それにしよう。生まれた。金の鍋棒。お、ゴローニャ。お前、隠れもじゃねえだろうな。さすがに、目立つからね、でかいから。てか、このゾーン、地面タイプが多いから。あれ、購入するんじゃなかったっけ？金の名簿はどうすんだ？なんか、あそこのスイッチ、購入すればいけるとか言ってなかった？言ってたね。パーツ使え。飲まないで。ストップ。おう。怒んないで。よう、俺、綺麗なものが好きで。いっぱい集めてるんだ。鉄か金でできたものを持ってたら、俺の木の実と描いてくれないか。頼むぜ、友達。よろしくな。友達だってんだ。もう親友じゃん。早っ。あげてないのに何も。飲め棒あげる？なんか、棒なのにできないから渡すか。うん、これ棒か？飲め棒だからね。
高く売れそう。ゴーニャも。この人が円満にしとくべきだったか。ガラーン。よう、綺麗なものあるか。お、それは金の延べ棒だな。やっぱ延べ棒で。500くらい。おお、めっちゃ。お前、いいやつ。俺、お前、親友。危ないな。おたおたふん。あ、うるせえ。怒るんだ。おたなんなんなん。おじいちゃん。おたおたおた。危ない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 。怒ってんじゃん。なんだおめえ。なに切れてんの。おた全員目を覚ませた。お、ラッキー。おっ、ラッキーだなぁ。やべ、ストーリーが全然進んでね。進まないね。じゃあ一回時間もいかんねんで終わりますか。じゃあ最後にドリルだけやります。ドリルだけやろう。ガチャみたいな感じだな。まあ、ただの次鉄でしょ。何が出るかな、何が出るかな。終わる？終わるんじゃないの。終わるんじゃ持ってく？終わるか。鉄の塊でいいんだよね、持ってくの。多分、いや、なんか円盤にすると、うん、まあ多分、ドサイドのとこ行けるらしいけど。なるほど。じゃあ終わりますか。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。